私自身お初となる全国おホールおツアー、まずは初日大阪にお降臨。皆様ご機嫌うるわしゅ、本日はおツアー初日ということで、ただいまおホールの楽屋に来ております。私の一心不動体でございます。私のお入門ロゴについてのオーラでございます。おこるぐ様から特注でいただいた宇宙に一つだけの私のおキーボード様、おロゴもしっかり刻まれております。ただいまおリハがお終了いたしました。これからお風呂をメイク整えていきたいと思います。まもなく、まもなくのメイクでございます。いってます。ただいま大阪を公演がお終了いたしました。お次はお腹。ご乗会の皆様からおフラワースタンドをいただきました。誠におキュート嬉しいございます。お使者様からなんと初日おめでとうというおケーキをいただいてしまいました。誠にお美味でございました。大阪からお長野へ行く道中、なんとこんなにお美しいお雪景色が見れました。見ているだけで心が静まります。そしてお長野にお降臨。オセレスホール様からこんなにエレガントなお花が届いておりました。おローズも届いておりました。そしておラブなおメッセージ、なんておかわいいんでしょう。大切にいたします。本日は少し舞台に奥行きがあってとっても広々としていて楽しみでございます。生きてらっしゃるお生のゴルフ、誠におキュートに私たちを歓迎してくださりメルシーございます。かわいらしい。こちらはお味噌パン。信州のおソウルフード。いずれにせよ可愛らしいビジュアル、キュートでございます。オセレスオホールの皆様へおサインをお書き書きしております。本日も満員ということで、たくさんのお美しい皆様とお戯れできること誠にワクワク。Thank you.
はオベーゼアンドルファー様のオピアノということで、すごく低音がお内臓に響き渡って、そしてお長野の美しい皆様とおたわりができて本当に幸せでございます。お次はお名古屋ということで、またさらに気を引き締めて参りたいと思います。それでは皆様おやすみなさいませ。お長野からお名古屋へ向かっております。お美しい景色を眺めながら向かっております。皆様ご機嫌よろしゅう。3公演目お名古屋満員ということで、そのお祝いにたくさんおフルーツをいただきました。満員御礼、おラブ。皆様がおパシャしております。はい、はい、どんどん撮ってね、撮って撮って撮って。本日もご上界のおギャル様からこんなにおゴージャスなお花をいただいてしまいました。誠にお美しい。そしてお東海おテレビ様からもこんなにお美しいお花をいただいてしまいました。誠にメルシーございます。ただいまお名古屋公演が終了いたしました。本日は折り返しということでしたが、本当に大阪お長野分の皆様からのオラブモバイルスを爆発させることができました。ここから、お山形、お埼玉、そしてお東京つなげたいと思います。まだまだ参りますわよ、お揚げで。お名古屋の余韻に浸りながら、お山形へお降臨。空気が誠に帯身でございます。お美しい皆様をおパシャ。今終わりました。お心臓の震えが止まりません。お埼玉の皆様を分けてまいりますわよ。それではおやすみ。誠にオファビラスなお花たち、情熱のオレット、誠にお熱でございます。皆様誠にメルシーございます。
お山形の余韻に浸りながら、お次はお埼玉。そしてお市長様ともお戯れできて、とてもファビュラスな空間でございました。誠にメルシーございました。なんてお、キュートでおドリームなお花なんでしょう。素晴らしい、もう夢の世界。こんなにも夢あふれるお花たちを、ご上界の皆様、誠にメルシーございます。あ、三月じゃない。お埼玉お公演だったこの日は4月1日、私のお降臨記念日でございましたが、なんと私は日付を間違えておりました。おツアーのお旅が誠にお幸すぎて、私は時の流れを感じずにいたのでしょう。しかしまたこうして1年ぶりにこのお埼玉県お蓮田市に再びお降臨することができて、私は今誠にお熱なものを感じております。すべて皆様のオラブのおかげでございます。皆様愛しております。